パリ,ゴリンバドミントン女子ダブルスで銅メダルを獲得した志田千春27松山奈美26が14日に日本テレビ系で放送された「クリームシチュー」の「パリゴリンレジェンド」に出演志田は大ファンの元乃木坂46山下瑞月が登場し大喜びしたサプライズゲストとして山下が登場すると志田は椅子から転げ落ちそうになり「やばいやばいええー、かわいい」 どうしようどうしようと同様。志田が大ファンということでのサプライズだったが、志田は松山の手をつかみ、一緒に行こうと大パニックとなった。志田はこれまでもライブに足を運び、今年5月は山下の卒業コンサートに行ったこともインスタグラムで報告。志田は山下とのやりとりで立ちくらみするように倒れそうなしぐさをする様子も。何か質問がないか促されると答えられるかわからないですけど。 今使っている香水とかとかか投げかけた質問内容に出演者からは「可愛い,いの声山下は「じゃあ今度プレゼントします」と語ると志田は再び大喜びだった志田の様子にバドミントン混合ダブルスの渡辺裕太東野有沙も笑いが止まらなかった